山田くんは今日セクシーゾーンのコンサートに潜入という名目で来てますので、せーの、ハッピーバースデートゥーユー、そっち、ハッピーバースデートゥーユー、なんですか今のあったってこと。おお、そういうこと。すげえ、今月か今か。よし、じゃあ行こう。どこですか。え、東京に楽屋まで送るよ、今俺らで。この横浜アイデアの人はもう中華が一番権力持ってるから。はい、回った。はい、はい、どうぞ。おお、何笑ってんすか。このくだりは思い出だよ。だからもう本当やめて、長くすんの。いや本当だ、寂しいんです。よし、では東京戻ろう。おはようございます。止めちゃって大丈夫ですか。大丈夫です。これ見えます？めっちゃ見づらいね、これで。そうですよね。ここまあまあ、なんかこっちくっつけて。あ、いやいやいや、大丈夫ですか。ほんとやばかったら言うけど。わかりました。ちょっと今、いやなんか今、ああそう一発動いちゃった。週刊誌ドッキリやりたいな。怖え。すごいっすよね、本当に。いくつまで行ったもん。約30行きました。行ってる？はい。マジで？お待たせ。じゃあ出発します。レッツゴー。お願いします。最大目的どこですか？フット。出て左です。しっかり夕方になっちゃった。どうすんの？ね。いや、なんか不思議な気分が。うん？中丸くんの運転で、皆さんとも3人。中丸くんの運転で初めてだな。そうっすよね。一番後輩が運転しないっていう。いいな、いいな。ほんと頑張る。いや、お二人が37って言いましたっけ？ 37。感覚不思議なのは、その子供の頃から知ってるじゃないですか、山田くんも菊池も、うん、なんかその感覚って抜けなくないですか。抜けない。わかる。なんかありますよね。なんか、うん、俺で長野くん26歳止まってるもん。ジャニーズって結構ありますよね、そういう感覚が。あるよね。ちっちゃい頃から見てるからなの。そう。なんか親戚じゃないけどさ、いつまでも関係性変わらないじゃん。はい。ずっと見てるからなんだろうな、やっぱり。うん、質問コーナー。山田くんのサッカー歴を教えてください。サッカー歴は、うん、僕は小学3年生ぐらいから。着きましたよ、皆さん。着きました。ここがベースだ。うお、すごいおしゃれ。あ、着いた。おえ、めちゃくちゃ広いっすよ、これ。あ、広い広い。あ、めちゃ広いじゃん。あ、テレビある。あ、助かる。助かる。すごい。え、ここ使っていいっすもんね。ここ使っていいんですよ。え、なんかこれいじっちゃっていいんすか。いじっちゃっていいよ。え、これごっそりデスクいらないっすよね。いらないんじゃないですか。なんか、あ、でも一気だったもんね。あ、なんだよ、これ。するベッドいる？ベッド一人いるかもしれないですね。めっちゃ広いね。めちゃくちゃ広い。こんだけ電気つければ十分でしょ。いや、十分すぎますね。え、なんかアイデアあります？こういう空間にしたいとか。俺はあの地べた系がいい。ソファーみたいな。ああ、なるほど。
ちょっと落ち着く空間は、僕はワンブロック作りたいです。あさります。あさるかやめ、がめついな。金庫。金庫。初めて見た。分厚い扉。うわ。ただちょっと、あれですね。YouTube の部屋としては、シンプルすぎると思うんで。うん、なんかこう、飾りみたいなの欲しいですね、我々の。いや、欲しい欲しい。家に置くような、なんかそういうローテーブルだったり、ソファだったり、カーペットは必要ってことですかね。そう、それは、あの、買う。ちなみに、壁紙とかはどうしますか。あ、なんかそこのニノさんの後ろの窓の下の壁あるじゃないですか。ここジャニノチャンネルみたいな。あ、なるほどね。欲しいです、ロゴ。ロゴが欲しいです。そば食べよ。そば頼む。これそば、これそば頼みますね。肉そば食べたいです。ラー油の肉そば。すごいじゃん。あ、ありました。指定が。そうです。ね、見てたんだよ、多分。いや、なんか最近そば食べたいなと思ってて。お、いいじゃん。してまあ、食べてないですよ。うん、いいですか。いいよ。とろろ肉そば。とろろ肉そば。あ、早っ。一番上のやつですか。いや、それが食べたかった。これが食べたい。そう。それずーっと先週から食べたいの。鶏そば。よです。ネギ増ししようかな。ネギ増し食材です。あ、飲み物ないです。あ、飲み物ない。あ、じゃあ大丈夫。ニール、大丈夫か。え、大丈夫か。大丈夫、動くよ、これ多分動きます、ね、うん、グイグイすれば。動かなかったら、クマにお願いするしかないです。いや、あいつ、ハルクかなんか絶対無理ですよ、これ無理。いや、絶対無理ですよ、腰が違いますよ、これ。じゃあどうする。これ、業者ですよ。業者だって、ただじゃないよ僕、壁張るのは得意です。本当に。ゲーム部屋、自分の部屋とか全部 DIY してる。マジかよ。1台でもなんかメインカメラみたいなやつは必要ですよね。メインはね、はい、あとはまあスマホとかでいいんですけど。で、それを中丸君に送ればいいね。まあまあそうですね、うん、自分のよりは自分の携帯取ればいいじゃん。あ、なるほど自己責任でも。自己責任。素材は自分で撮ると。撮って、はい、メインはメインで撮って、はい、でカメラと、ソファーと、はい、テーブルと、ソファーだけ、時期を見て、で、ソファーは現物見ないとちょっと怖いですもんね。なんかね、結局届いて4人とも全然座り心地悪いみたいな。そう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 。じゃあ、ソファーと、テーブル、冷蔵庫、冷蔵庫、作業用 PC、はい、ゲーム用 PC。音にカメラ。あ、カメラ。で、あとここ、これをどかせるのか。まあそうですね、これです。お願いします。大丈夫。大丈夫。大丈夫。お願いします。お願いします。どかってくるんだな。で、それは聞きます。はい。あの、カメラ目も聞くのかな。あ、聞く。カメラ目と下を聞いてから、その後に家具入れる。ありがとうございます。食べよう。食べましょう。ごちそうさま。早っ。あ、うまそう。いただきます。いただきます。うん。フライドだ。あ、おいしい。おいしい。全部半分ぐらいいけた。はい、辛いっす。ちなみにそばのお金ってどうなったんですか。え、まあ、僕が、はい、お疲れ様です。え、すみません。ありがとうございます。え、これ、経費じゃないですか。僕の携帯でちょっと出前しちゃったんで。お疲れ様です。社長。いや、全然いいですけど、あの、じゃあ留守中ですね。え、こういうのも今後、まあ、なんだろう、諸々経費とかっていろいろ発生そうじゃないですか。それ全部やるんですか、二宮くんが。だってやんないと。めっちゃ大変っすね。大変だよ、本当に。やってくれる。いや、絶対ないっす絶対やってくれる。絶対やんないっす。いや、でもそれは領収ください。え、何でもらえばいいですか。ジャニーズ事務所で。え、これジャニーズ事務所認めてんすよね、このチャンネルまだ認められてないっす。無許可じゃないっすよね。無許可じゃないっすよね、これ。いや、それは二宮君わかんない。いや、もう無許可じゃないはずですよ。大丈夫です、そこは。必要とあれば。ちょっと二宮君と
ちょっとくどい、ほんとくどい話になっちゃうって申し訳ないんですけど、編集する人はそろそろもしかして一人ぐらい入れます？そうっすね、入れた方がいいかもしれないですね。なぜですか？え、いや必要、いや楽屋とかで編集してて、ちょっと後に言われましたよ。あれ遊んでたんじゃないっすねみたいな、編集してたんですねみたいな。やりがいはあるんですよ。でも来たそれ。え、中丸くんが打ち合わせ中ずっとパソコンとにらめっこしてる意味がようやく分かりましたっていう。あ、スタッフさんから聞きました。来た。そうすだから同期内さんかなと思って。入れます、じゃあ。入れましょうよ。ついにですか。ね。でも入れてなんかちょっと空気変わっちゃったらでもどうします。変わったらまた一人で頑張る。いやいや、あのその人がこのチャンネルを理解できるようになるまで育てましょう。もういいよ。僕もできるときはやる。でも編集し協力してくれる人が一人か二人いる。だ、協力してくれる人はいいんじゃない。入れても。え、なるほど。うん、あ、じゃあじゃあまあそうしましょう。まあ段階的に何人やってくのもいいですか。はい、入れましょう入れましょう。そうね、はい、まとまりましたか。まとまりました。一人でやるって言ってない言ってない。え、全然分かってないですよ。振り出しで戻る。そっちで まとまったんですか。まとまってないですよ。今まとまってなかったです。え、まとまった。一人で頑張るって違いますね。すごいよ、すごいよ、マジで。俺はやめろって言ったんだよ。いや、止めたんですね。止めた。優しいですね。全部記録に残ってますから。早くつけた方が OK いいんじゃないですか。でそれはそれで、はい、探ってこない。いや、だって全然つけるって言い切らない。なかなか。いや、つけるよ、そりゃ。そうですよね、冗談で言ってるんですもんね。冗談よ、そうですよね。バラエティーとして今言ってるわけですよ、ね、そうよ。